うちはですね、まず震災のあった、2011年、発災1週間後ぐらいからですね、うちの代表、大家中子というんですが、うちの代表が活動を始めて、なんでもう本当に、2011年の3月下旬ぐらいから4月にかけてですね、東京の人たちが、遠くからこんなことありましたとかって発信するんじゃなくて、仙台に在住の学生さんたちが、東北にいる若い人たちがその情報を自分たちで発信すると、そういう活動を、原点にスタートして、2012年に、NPO 法人メディアージという名前で、正式に NPO として、発足したというような経緯になります。もともとそのうちの NPO の、目的の一つとして、やっぱりその、震災後特に感じている、誰でも情報発信できるようになるべきなんじゃないかというか、その誰でも情報が発信できるようになる社会を作りたいっていうのが NPO の、理想として一つあって、でそのためにそういう映像の講座みたいなものもやらせていただいていますし、普段はどちらかというと学生さんたちとかそういう若い人たちと一緒に番組を作ることで、特に映像ってすごいテレビとか、なんかすごいテレビの番組とか敷居が高そうなイメージなんですけど、そうじゃなくて誰でも簡単に作れるし、こう一番分かりやすくシンプルにものを表現できる手段が映像なんじゃないかっていうことを、教えるっていうようなことは NPO としてやってます。もともと我々もやはりその震災の時の、特にツイッターがその震災時に、どう活躍したかというか、その被災した人とか、その情報を得たい人たちがツイッターをどう活用していったかっていうことは、すごい私とかうちの団体としても関心を持っていて、特に震災発災直後はそのテレビ見ても毎日のようにその津波の映像ばっかり流れて、で、多分東京の人たちにしてみれば、そういうショッキングな映像は確かにその見たいものだったのかもしれないんですけど、でも一方でもっとその刻々一刻変化している情報ですか、被災地の変化している情報っていうのが、もっともっと本来は発信されるべきだったと思うんですが、1週間経っても1ヶ月経っても、例えば飛行機が流された映像だとか、あるいはその芸能人が撮ったなんか津波の映像だとか、そんなのが結構繰り返し流されてたっていうのがあったと思うんです。で、我々としてはそういうそのインパクトのある映像も確かに大事だけども、そうじゃなくて、今この避難所ではこういう状況が起きていますとか、例えばボランティア団体の代表の方を呼んで、私は今石巻でボランティア活動をしてるんだけど、こういうニーズがあるのでこういう活動をしています、で人を手伝ってくれる人を探してるんですみたいな、そういう個々の情報を発信する必要があるから、我々はじゃあそういうものを映像で発信していこうっていうのがうちの団体のスタートなんです。で、同じようにツイッターとかフェイスブックを使って、そういう細かい情報を発信する人たちが震災の時はたくさんいた。で、発信する意味とか、あるいは意外とそういうことって簡単にやれるんだなってことに、震災をきっかけに多くの人が気づいたっていうことは、すごく重要なことだと思います。で、ただ一方で、それがメリットだとするならば、デメリットとしてはやっぱり、ツイッターもやっぱりその玉石混交の情報の中で何が正しくて何が間違っているかっていうのを、判断できないで情報を受けてしまう人がいたりとか、あとは正しい情報だったんだけど、もうすでに1週間も前の情報を改めてその引っ張ってきて、混乱を起こしてしまうとか、つまりそのマスメディアの限られた情報じゃなくて、すっごい個々人が発信するたくさんの情報っていうのが、ソーシャルメディアに出てきた結果、それをきちんとその精査できないっていうようなことが起きてしまっていて、でそれは震災の時もそうだし、あるいは今でもやっぱりそのインターネット上の、その間違った情報に踊らされてしまうみたいなことって起こると思っていて、それはその、いわゆるメディアリテラシーっていう言葉があるんですけど、情報を受け止めたり発信したりする力というのがまだまだ不足しているというか、我々一人一人にそういう力がまだまだ身についていないのかなと思っています。
います。なんで、そういうメディアリテラシーっていうものも身につけていくっていうような取り組みとかことも、まあ、我々の活動としてもやっていきたいし、まあ、そういったものがどん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 世の中、出ていけば、また次同じような大きな災害とかが起きた時に、まあ、さらにあの時以上にみんなその情報を活用して、まあ、ちょっとその大変な状況を乗り越えられたりとか、避難所の中での支援とかそういったところにつながっていくんじゃないかなと思っています。まあ、我々はやっぱりまだまだその東北の復興という意味では時間がかかると思っていますし、まあ風化っていう言葉が使われたりもしますけれども、引き続きその東北各地のまあこれから復興していく盛り上がっていくところにみんなに興味を持ってもらえるような情報発信というのをどんどんしていかなきゃいけないなと思っています。マスメディアさんの記者のように限られた人材で整理された情報を発信するっていうことも一つ必要なんだけど、我々はどちらかというと誰でも情報を発信できるようになっていて、でそういう例えば仙台在住の学生さんたちがこんなに気軽に自分たちの発信したい情報を発信できますっていうことを実現できるような団体であったり、発信すべき情報を持っている人たちと私たちのように発信するための手段を持っている人たちが一緒になって、例えば、石巻ではこんな情報を発信するとか、陸前高田ではこんな情報を発信するとか、福島からはこんな情報を発信するとか、なんかそういう、いろんなところと連携した情報発信というのを今後やっていけたら素敵だなと。でそれは我々だけではやりきれないことで、なんかそういったことを一緒にやれる仲間みたいなものを見つけたいし、もしそういったことをやりたいっていう人がいたら、ぜひ我々にコンタクトを取っていただけたら嬉しいなというふうに思っています。はい。